長年、上方落語の人気を支えた落語家の桂ザコバさんが亡くなっていたことが分かりました。76歳でした。所属する米朝事務所によりますと12日午前3時14分、喘息のため自宅で亡くなったということです。個人の意向で通夜、葬儀は家族で取り行うとしています。また、追ってお別れの会を開く予定とのことです。1947年、大阪市に生まれた桂ザコバさんは中学卒業後、1963年に三代目桂米朝さんに弟子入りしました。朝丸の名でデビューすると、やんちゃで朴訥としたキャラクターで人気を集め、ラジオやテレビのバラエティ番組でも活躍しました。1988年には二代目桂ザコバを襲名し、人情味あふれる芸風で米朝さん直伝の古典落語を得意としていました。ザコバさんは2017年に脳梗塞で一時入院しましたが、その後高座に復帰し、今年4月、3人の弟子の襲名記者会見にも元気な姿を見せていました。桂米田治さんがコメント、私が幼稚園に通い出した時に入門されたのが、ザコバ、当時の朝丸、兄さんでした。本当によく遊んでもらいました。4歳の私を15歳の少年が面倒見るのですから、さぞかし大変だったことでしょう。ボール投げ、缶蹴り、ザリガニ取りなど、思い出はいっぱいあります。父、米朝は就業中の弟子を住み込ませていたので、私は米朝の長男でありながら、家には常に、お兄ちゃん、がいました。中でも、ザコバ兄さんは指定愛が強く、俺こそ、チャーちゃん、米朝の愛称、の一番の子供や、という思いが終わりになったようです。私が話し家になってからも、私の考え方がおかしいと思われた時は容赦なく叱ってくださいました。何事にも一生懸命に振る舞われたお兄さん、お兄さんの落語に登場する人物は、どの人も、情、に溢れています。まだまだ追いつけませんが、お兄さんの教えを受け継いでまいります。本当にありがとうございました。合唱、ネットの声、ザコバ師匠は、私が小さかった頃からすでに、当たり前のようにそこにいた存在、でした。つまり関西人にとっては非常に馴染み深い落語家であり、語弊を恐れず言い表せば、テレビタレント、でもありました。自分たちの世代は特に、他歌人胸一体、大阪本若テレビ、などが印象深く、また、落語って面白い、ということをテレビで伝えてくれたのは、ザコバ、鶴瓶落語の語、でした。ちなみに2月に桂吉也さんを取材したとき、素人時代の吉也さんがザコバ師匠の、阿弥陀地、を見て、偉そうにアンケートで、古典の、阿弥陀地ではなく、ザコバ師匠にしかできへん英話を聞かせてほしい、と書いたことがあって、そうしたら、桂ザコバない、という形で、ちゃんと聞いていただいてありがとうございます。とのハガキが赤後に届いたんです。と振り返っていらっしゃり、ザコバ師匠と奥様の、話か、としての向き合い方を知ることができました。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高。